い、どうもんちゃー、それよしぐです。本日の動画は、前回ね、なんか妙に大好評だった、孫さんの岩維持を使って、爆弾戦法をね、やってきました。もうこの時点でね、皆さん結構嫌な予感してると思うんですけど、あのね、本当はね、この日動画撮るつもりはなくて、まあ孫さんのね、岩維持が前回あまりにも伸びが良かったということで、まあそのお礼も兼ねてね、この日孫さん誘って、まあご飯だったり、一緒にガンダムしたりってのをやってたんですけど、あのね、ちょっとね、前回の動画でね、皆さんからのコメントで何件かいただいていたものを思い出しまして、これ、レオシグコスト使わずに、孫さんに6000コストあげた方が強いんじゃねみたいな言われて、お前さすがに俺のことバカにしすぎだろと思いつつ、で、あとね、まあ、やっぱね、いくら孫さんといえば、まあ、岩維持だよね、あんな利活爆弾みたいな立ち回りできるわけないでしょと。まあ、思いつつも、やっぱ人間好奇心に勝てないんで、ちょっとね、一回試しにやってみたんですよ。まあ、孫さんには何も一言も言わずに俺が後ろに下がってたんですけど、そしたらですね、孫さん、大暴れしちゃいました。あのね、成り立っちゃったんですよね、岩維持で爆弾が。いや、まあ、やっぱさ、利活爆弾のさ、爆弾が成り立つ要因ってさ、まあ、やっぱ利活の飛行形態が無視できないっていうのがあるんですけど、まあ、岩維持ってさすがに無視成り立つと思ってたんですよ。まあ、いくらね、孫さんみたいな立ち回りしても、まあ、大丈夫だろうと思ってたら、やっぱね、孫さん無視できないんですよね。まあ、ていうのもね、みんなのね、積み重ねてきたガンダムの常識から全くかけ離れたような距離感で戦ってくるんで、まあ、相手もどうしてもね、見ちゃうんですよ。で、プラス、これを隣暁なんだけど、暁のね、自衛力がね、ここで結構生きてきてね、割とね、隣が4落ちする前提の爆弾でも成り立っちゃう機体だったんで、はい、ということでね、今回やってきました。前回の立ち回りより強かったね、こっちの方が。これが、もしかしたらこれがね、孫さんの正解なのかもしれない。はい、ということでね、じゃあ、見ていきましょう。さあ、対戦相手が WX と魔王の X 先生ですね。さあ、もうね、さっきから画面に俺が映ってないんだけど、まあ、もうこれ確信犯です。もう俺完全に後ろに下がってます。さあでね、孫さんね、前回ね、まあ、いくら孫さんといえど、2500コストの隣で先落ちするの結構やっぱためらってたみたいで、いや、俺も下がるときは下がるよみたいなこと言ってたんだけど、この立ち回りだとね、やっぱ一生孫さん攻めるからね、良さが全部出るんですよね。孫さんの肉を切って骨を出すというか、なんかね、そのまま骨100本ぐらい折りますよみたいな、この立ち回り。はい、っていう感じです。さあ、ここら辺一回覚醒通して、覚醒技やって、核落ちしていくんですけど、まあ本来ね、ここ核落ちしたら文句言われるんですけど、まああと孫さんがね、二人残ってますんで、まだまあ今これやっとね、2セットなんで、まあね、こっからね、また、もう一回この暴れが来ると思うとね、結構溜まったもんじゃないんですけど。さあ、これ一回魔王を寝かせて、WX の方を持っていっても、被弾するんですけどね、前回とは違ってもうお構いなしですからね。さあ、なんなら被弾したら覚醒が溜まるからアドみたいなとこありますね。さあ、ここで一回相方の方を助けていきながら、もう一回魔王になんか色々噛み合って置き攻めして覚醒技どこやってんだっていう感じなんですけど。はい、といった感じの試合でした。ね、最後のビリカ君何を持って振ったんだろうね、これね。はい、といった感じでじゃあ2試合目見ていきましょう。何を持って振ったんでしょうかね、今のね、ほんとね。あ、ちなみにね、この次の試合ね、孫さん爆弾の後ろの俺の視点をね、用意してありますので、それもね、違った意味で面白いんで、よければお楽しみください。じゃあね、とりあえず孫子爆弾見ていきましょう。さあ、対戦相手がアイオスとリボの編成ですね。さあ、もうすでに相方が画面にいませんが、気にせず突っ込んでいきましょう。孫さんのお仕事は、ダメを取ることと、ダメを食らうことでございます。基本的にこのゲームね、被弾ってデメリットになるんですけど、孫さんに限ったね、被ダメすると覚醒が溜まるんで、もう実質メリットみたいなもんなんですよね。実際なんか本当にそんな感じでした。孫さんの覚醒パワーはやばすぎてね、もう被ダメしてもいいから突っ込めみたいな、そんな感じでやってます。さあ、とりあえずリボットをお見合いしながら、なんかお見合いの仕方もね、なんかこう、ガガを全く警戒していないようなね、立ち回り方なんですけど、まあそれも気にせず、さあ、対空しライオスには、まあとりあえず被弾してでもいいからメインを一発与えていくと。さあ、覚醒が溜まってるんで、ここは入っていきましょう。さあ、壁際に追い詰めながら、アイオスをどうにか取っていきたい。高飛びはとりあえず下で待つのが孫子流でございます。さあ、なんとか取っていきながら、リボの方にもちょっかいを出していく。さあ、ここなんとか噛み合ってリボを覚醒中にダメ取ることができたんで、このままアイオスを突っ込んでてもね、孫さん一生ダブロでね、ちょっとかわいそうなんだけども、しょうがないんだよね。見て、隣の体力。まだ650でございます、孫さんのおかげで。さあ、そのまま突っ込んでアイオスの方落としていきたい感じではありますけど、これ追いつくんかね、アイオスって思ったんですけど、なんか追いついちゃうんだよね、孫さんね。ちょっとコンボがちゃんとしっかりしてると。さあ、俺ね、爆弾の後ろなんだけどね、これ暁のいいところでね、爆弾の後ろでありながら一生相方にバリアをくれるんですよね。自衛の時に暁ってバリア使う機会あんまりないんで。さあ、といった感じで、そんなバリアも一瞬で粉々にしてしまって、まあ、それを特に気にせず孫さん再び突っ込んでいくと。
さあリボに格闘振って、まあそりゃ取るぞ、当然当たるわけもなくここ一回被弾してしまうが、もう気にせず突っ込んでいきます。いやーすごいね、ここでもラインファンネルね、気にせず突っ込んでいきますからね。あーなんか自分のこと常時スパマだと勘違いしてるような気がしますけど、さあこれ一度覚醒を吐いて BD 格、それ当たるわけねえだろって感じなんですけど、さあなんとか相方のフォローをしつつ、なんとかまだ相方がノーダメをキープしている。さあアイオスの方突っ込んでいくが、これさすがに追いつけないよねっていう感じでやってますけど、なんか追いつきそうな気配ありますね。さあだが一度ここはいい加減にしろよと相手側から振り返されてしまい、さすがの孫さんも涙目の2落ち目。さあですがまだ孫さんあと2人いるんでね、はい頑張っていきましょう。いやーこれね、この戦法ねちょっと汚ねえなと思ったのが、孫さん4落ちさせるっていう相手の勝ち筋がほぼほぼきついんですよ。リガジーと違ってね、ガイジってそんな受けが弱いキャラなわけじゃないか。ガイジってやっぱさ、はめられる、あ、ガイジじゃない、リガジーってはめられると弱いじゃん。なのでそこら辺の欠点がね、ガイジこれと言ってないんで、ガイジ4落ちが難しいから暁を追わないといけないんですよね。じゃあ3射目いきましょう。はい、じゃあここでね、隣で一生ノーダメだった暁は一体何をやってるんだと、はい、皆さん気になってると思いますので、1試合だけちょっとね、取ってきました。はい、ちなみにね、いつもの俺の暁視点と違ってね、せっかーく寒い立ち回りしてるんで、そこら辺はね、ご容赦ください。戦法の都合上ね、俺が減ったら負けるんで、これ。ちなみにね、この日ね、爆弾戦法結構やったんだけど、孫さんが4落ちで負けた試合、1試合ぐらいだったんだよね。で、他全部、俺が落ちちゃって負けてることが多かったんで、負け筋がね、俺が減ること以外ないんですよ。だから結構責任重大なんで、だいぶ寒い立ち回りやってます。さあ、見ていきましょう。さあ、ここら辺ね、やたなかがみうまく使って自衛してるんですけど、ね、おしゃれなことあんましないでしょ。もう本当にね、ひたすら下がってます。ひたすら下がって、もうダウンを取っては適当に逃げてみたいな。で、暇だったら適当に孫さんにバリア渡してっていう、もうすごーく寒い立ち回りやってんだけどね。じゃあ覚醒どうやってさばいてんのと、皆さん気になると思うんでね。まあ、もうすぐね、相手の覚醒がぶつかんで見ていきましょう。さあ、ここら辺はすごーくねっとり動きながら相手を寝かせてひたすら距離を取って、その間にね、もうこっちが戯れてるね、孫さんはね、相手の抵抗をね、どん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 削りにいってるんで、まあ、これ作戦勝ちですね。さあ、これ、ダブローの覚醒がぶつかって、ピョン角使って、着地してピョン角使って、なんか適当にさばいて、またピョン角使ってっていう感じで、こんな感じでさばいてます。ね、これ暁じゃないとできません。孫子爆弾が成り立つ相方のキャラ何かっていうと、まあ、3000のめちゃくちゃ硬い機体か、忍者か、ジャスティスか、暁。多分ここら辺でしか、多分持たない、これ。そのくらいね、ちょっとね、相方のキャラはね、選ぶんですけど、それでもね、これやべえよ、この戦法マジで。さあ、ここら辺もね、もう本当に欲張らず適当にぴょん角で逃げて、まあ、ここね、なんとか着地通して、とりあえずやり返さない。そしたら孫子さんが勝手にやってくれるんで。はい、といった感じでね、こんな感じでやってます。だから、もしね、孫さんと組む機会があったら、皆さんもこんな感じでやってみてください。はい、といった感じで、本日ラストね、見ていきましょう。いや、さっきの俺の視点さ、めちゃくちゃつまんなそうに見えるじゃん。あれ、一周回って楽しいっすよ。動かし方はちょっとね、なんか俺らしくねえなと思うんだけど、やっぱね、後ろから孫さんのケツ眺めてんのが面白いっすね、あれ非常に。さあ、といった感じで、じゃあ本日ラスト見ていきましょう。対戦相手がホスクとマクスの編成ですね。最初マクスの方に前部していたら、まさかの振り返されてしまうと。はい、こちら対戦相手ね、3世なんですけど、3世ね、人の対策取るのめちゃくちゃうまいんだけど、孫さんの対策は振ることっていうのもね、決めたみたいで、これめっちゃ振っております。さあ、ここら辺も振りに行って、ここはフェイントでアメキャンとかしながらやってるんですけど、まあ、孫さんもやりに行くんでね、なんかこう、お互いやりに行ってる感じですね、さあ、これ。さあ、相手が振ってきたんで、もうここ孫さん適当にメインで撃しながら、なんか気づいたらマクツが落ちていると。ね、最初、孫さんが当たった時に不利だったんですけどね。さあ、そんな感じで、なんか適当にやってた隠さずが流れてて、ここはまた横分で落とされていくと。すごいね、なんかね、やっぱパワープレイにはパワープレイで返さないといけないんですね、このゲームね。さあ、といった感じで、そのままマクツの方を狙いに行きながら、スクランブルが若干助けに来るんですけども、あんま気にも留めず突っ込んでる感じですね。さあ、ですが、ここさすがに鬱陶しく思ったのが、一度スクランブルの方見に行きながら、孫さんの BD 角の振り方、本当にこれやめてほしいんだよな。さあ、といった感じで、ここは一回さすがに迎撃されてしまうが、一回ここで暁の立ち入れが入って、マクツの方を襲いかかっていく。さあ、マクスの攻めていきながら、さあ、ここまた横分で振り返せてしまう。やっぱこれが正解なんかね。やっぱ孫さんの対策振ることなのかもしれない。彼は正しかった。さあ、といった感じで、なんですけど、今回ね、なんと孫子爆弾なんで、孫さんがいくら食らっても意味がないと。いやー、これ孫子爆弾の対策ね、いよいよ思いつかなくなりません。暁倒す以外ないですからね。
さあといった感じで気づいたらコストパフォーマンスで圧倒的に勝っている状況。これホツカが覚醒を吐いて相方が絶望のノーダメージなんですよね。さあスクランブルがこっちに詰め寄ってきて、ここはなんかいろいろ噛み合わせてスクランブルの方ダウン取りながらマクツに攻めていく。さあラストは下角で試合終了ですね。はいといった感じで今回損失爆弾でした。いやーこれね我ながら大変汚い戦法取ってるなと思ったんですけど、孫さんの強さを一番生かす戦法やっぱこれなんですよね。皆さん許してください。はいといった感じで孫さんでした。じゃあエンディングいきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。孫子爆弾ということでね、非常にねなんかこう汚い戦法を取ってるんですけど、いや、やっぱね一番勝てる戦法多分これなんですよね。はいといった感じで正解を見つけてしまいました。はいといった感じで孫子はね本当にまたね支援提供の方ありがとうございました。はいといった感じでご視聴ありがとうございました。まあガンイージー爆弾でした。次回の動画も楽しみに。バイバイ。